か。美味しい。はい、どうも皆さん、こんにちは、カズマックスです。今日はですね、ちょっとミルのお話をしたいと思います。これまでね、非常にコーヒーが美味しい季節でしたね。もう3月も終わり、まあ、4月になり、暖かくなり、コーヒーがだんだんアイスコーヒーに切り替わっていく人もきっと出てくると思います。まあ、そんな中で、この冬の間の話をしたいんですよ。多分コーヒーがこの一番美味しくなるこの寒い冬の間にコーヒーを始めたっていう人もねきっと多いと思います。でその中でミルを買ったって人もきっとまあ少なくないと思うんですよ。僕のチャンネルでもいつもコーヒーを入れる時には必ずミルを用意して挽きたてで新しい豆を挽きたてで飲んで、美味しく楽しみましょうねって話をしてますけれども、特に今日はその中でも電動ミルのお話。こちらがね、僕が今まで使ってきたナイスカットミルとネクスト G っていう電動ミルなんですけれども、こいつら定期的に、お掃除をしてあげる必要があります。まあ絶対ではないんですけどね、内部に粉ってだんだん堆積していく。いや、ちょっと入れ替わることもあるけれども、まあやっぱ溜まっていくものはあるんで、それを頻度としてはまあ2、3週間から長くて1ヶ月半とか2ヶ月とか、まあ放置してしまうこともあるかな。僕の場合でも。だそんな感じは自由なんですよ。究極やらなくてもいいし。だけど、たまにやってあげると、溜まった古い粉を定期的に排除してあげることで、新しいコーヒーをクリアに飲めると。もし電動ミルを買ったばかりで、この掃除っていうものをそもそも知らないって方は、やってみてほしいです。これは何度か紹介はしているんですけれども、やっぱりね、定期的にこういうのやっておくべきだと思ったんで、今日動画作りました。とりあえず今日はこの NEXT G をメインでやっていきますか。このナイスカットミルはもう販売停止してしまってるんでね。ただ基本的に電動ミルの構造って、まあ、各社、微妙な違いはあるけれど、ある程度同じだから、だいたいこの形であれば同じだと思います。まずはこのネジですね。ある程度外してしまえば、もうあとは手でいけます。よし。でこれから外していくパーツは、まあ、メーカーさんによってはもしかしたら替えのパーツもあるかもしれないけど、基本的にはまあなくしたらまずいと思ってください。大事にね、一つ一つ慎重に取っていきましょうって、すごい出たな、多い。じゃあこの歯車もね取っていきましょう。よいしょ、まあ、こんだけねコーヒーのこんなってたまるんですよ。でこの先っぽにねバネが入ったんですけど、これ本当に細かいんでなくさないようにしましょう。大体どのミルにも入っています。でも100キロとかでいいんで筆を用意してさささっと、とりあえず全体から細かい粉を落としてあげます。コーヒーって入り方にもよるんですけど、油分を結構含んでいるものが多いので、結構しっかりめにねやってあげないとこびりついてしまうこともあるので、ガシ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 結構強めにやっちゃって大丈夫です。まあ、もし本当に完璧に綺麗にしたい人はね、濡れた雑巾とかでやってもいいとは思うんですけど、歯とかマシンの材質次第では錆びてしまうこともまあ考えられるので、一応僕はこの空掃除が一番いいと思います。まあ、普段やろうと思うと正直ちょっと手間なんですけどね、これをこまめにやっておくことでクリアなコーヒーが常に飲めると。ほんと歯の形によってはね、かなりがっつり身に付着してしまうこともあるので、根気強く取ってあげましょう。よし、OK。まあこんなもんかな。一応この上のホッパーも外してね、軽く入ってあげましょう。でもしカリタのハイカットミルとか超大型のミルをお持ちの場合、最悪筆が奥まで届かない場合もあるん で危険なんでね、もうここ外してフッフッフッって吹くだけでも結構飛ぶんで、それだけでも結構変わります。で内部の清掃ができたら、このバネを戻して刃をまたはめてあげます。よし、これ結構地味に上下間違いやすいんですけどね、必ず決められた方向で止めて、ダイヤルがおかしくならないようにします。軽く手で止めて、で必ずドライバーでちゃんと締めます。これやっとかないと、要は電動ミルの内部で締め具合でね粉の細かさを調整するので、それがふにゃふにゃになっちゃうんで、ちゃんと止めてあげないと均一に引けません。まあ、締めすぎて壊れない程度で、しっかり止めます。よし、 OK ですね。でここですよ。ここめっちゃ汚いんでね、まあ、普段から粉引くだけでも結構飛んだりするんで、ここはこまめに掃除してあげた方がいいかもしれませんね。でこのネクスト G はね、ここが外れるんで非常に便利です。前のナイスカットミルはそういう機能なかったんで、てかこんなのなかなかないからね。ネクスト G は静電気防止機能もついてるし、すごく本当にいいんで、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、というわけで今回これだけね、カリタのネクスト G の中から古い粉が出てきました。まあこんだけ溜まっているとね、知らず知らずのうちに日々飲んでいるコーヒーの味に影響を及ぼしてしまうので、ちょっと手間ではありますが、手間をかけてあげると非常に美味しいコーヒーがいつも飲めると思います。はい、ネクストGもピカピカになりました。うん、綺麗、かっこいいね。最初にねこの電動ミルのお掃除動画を作ったのはだいぶ昔、コーヒー始めたばかりの頃だったんですけど、意外に伸びてね、意外に知らない方多いんですよ、この掃除ができるっていうことを。
あ、そもそも分解ってできたんですねってコメントが結構多くて、ぜひぜひね、気になった方はやってみてください。基本マイナスドライバーが1本と、まあ、ハケかなんかあればできると思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、電動ミルのお掃除のお話でございました。ぜひぜひクリアなコーヒーのためにやってみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。と思ったけど、はい、すいません、おまけです。手引きミルの話をしましょう。手引きミルね、物によっては粉が溜まりやすいものとかあったりするんで、これセラミックとかガラスとか樹脂とか、水につけたり洗剤につけたりしていいものは、基本的にまあキッチンで洗っちゃって大丈夫です。でも向こうにある鋳物とか木製とかそういったものってまあ水で洗えないじゃないですか。だからさっき話したフってやるやつとか、あとはメーカーさんによっては詳細な分解方法とかもやったりするんですけど、結構本当に細かいんですよ。なくす危険もあるし、なかなか一般向けにこうミルを分解しようってことはないと思うので、どっちかといったらまあ電動ミルの方が分解しやすいのかな。あっち系をやるとするとなかなか難しい。まあ、とはいえ構造的にあまり粉がこう溜まってしまうものではないので、こっちは機械ですからね、隙間とかに結構溜まるので、ああいったミルは本当にごくたまに、メーカーさんにお願いするとか、まあ、そのホームページ見ながら自分でやるとか本当にたまにでいいと思います。そのうちあの辺の分解動画とかもやってみても面白いかもしれませんね。 あとせっかくだから、さっき軽く触れたこの樹脂製セラミック製の、洗剤使ってね丸洗いできてしまう手引きミルの話もしておきましょう。よくね質問いただくんですよ。カズマックスさん、これって、洗剤使って毎日洗った方がいいんですかって。さっきまでのこのミルたちをね、まあ、話を総合すると、要はミルって洗剤で洗う必要もないし、軽くいらない粉をね払う程度で済んでしまうので、もちろんこれ、ね、完璧にきれいにしておきたいっていう場合は毎日洗ってもいいですし、僕も一時期そうしてましたけど、決して毎日洗う必要があるわけではないので、まあ、手が空いた時で大丈夫だと思います。ちょっときれいにしたいなと思った時に洗ってあげたらいいかな。まあ、ただねセラミック製って結構透けてるものが多いから、粉が残ってたりとかするとちょっと目立つから、まあ洗剤は使わないまでも、軽くこの受け管の方を水洗いしてあげるくらいはしてあげてもいいかもしれないですね。はい、というわけで以上、電動ミルと手動ミルのお掃除のお話でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。